多種多様なデータを解析することで法則を導き出し予測を可能にするデータサイエンス。ニューラルネットワークは人間の脳のメカニズムに着目した数理モデルであり、画像認識をはじめさまざまな分野に革新をもたらしています。データサイエンスの技術、ニューラルネットワーク概論でその基礎理論を学びましょう。ニューラルネットワークは脳科学から得られた知見を工学へ応用しようという観点から発展した学問分野で、現代の AI 分野の中でも重要な位置を占めます。第4回は深層学習へのアプローチ2です。 CNN では畳み込み層で局所特徴の抽出、プーリング層では位相変化などの入力の変形に対する応答を保証しています。放送は BS231 チャンネル、放送大学キャンパス EX、 お楽しみに。